氷川きよしが復帰後初の大阪公演で誕生日のサプライズ、また一つ年を重ねます。歌手の氷川きよしが復帰後初のコンサートツアー、キヨシヒカワプラスキーナ。25th フィフスアニバーサリーコンサートツアー、キーズナの大阪公演を4日、5日の2日間、大阪市北区のフェスティバルホールで開催。ジャンルの枠を超えた計32曲を歌い上げた。 氷川は2022年末から歌手活動を休養。先月の17日に1年8ヶ月ぶりに実施した東京ガーデンシアターでの公演からコンサートツアーをスタートさせた。ファンが見守る中、氷川は黒のラメ入りスーツでステージに登場し、自身がキー名義で作詞、TM ネットワークのキネナオトが作曲を手掛けたウォークを歌唱した。 感想では、今日は皆さんありがとうございます。思いっきり楽しんでください、と笑顔で語りかけた。白の塩尾服に着替え、歌ったのは、歌は我が命。さらに、星空の秋子、甲州論大丈夫、清のずんどこぶし、など、人気曲の数々を、これまでの道のりを振り返るように歌った。また、白と紫の紋付きはかま姿では、 大い追っかけ音次郎、箱根八里の半次郎、三味線旅ガラス、白雲の城といった演歌の代表作を披露、観客から大きな拍手を送られた。氷川はファンを見渡しながら、以前は毎年大阪でコンサートを開催していました。大変ご無沙汰して申し訳ありません。これからまた新たな気持ちで歌って、 皆さんに幸せな気分になっていただきたいと思っています。と語りかけた。また、本編ラストのあなたがいるからでは、ヒカワから、この曲だけ写真動画撮影 OK です。どんどん拡散してください、と観客にさえ、ファンを喜ばせた。歌唱後には、9月6日に誕生日を迎えるヒカワに、ファンとバンドメンバーからサプライズでバースデーソングが贈られた。 氷川はお礼の言葉を述べ、また一つ年を重ねます。これからも一生懸命頑張ります、と意気込みを語った。